ラス・オルティスは MLB の投手。ウトウミギウチ。カリフォルニア州演士の出身。1995年6月にサンフランシスコジャイアンツからドラフト会議40目でリリーフ投手として指名され入団。マイナー時代に先発投手にコンバートされ、1998年4月2日のアストロズ戦でメジャーデビュー。1999年。 先発ローテーションに入り、リーグ4位の18勝を記録した。2000年はオールスターゲームまでに4勝8敗だったが、その後10勝4敗を記録した。2002年はチームがワイルドカードでプレーオフ進出し、エンゼルスとのワールドシリーズまでコマを進めた。オルティスは第2戦と第6戦に登板した。第2戦は2回途中7失点で降板したが、 5回に4得点を入れ逆転したが、10対11で負けた。第6戦は6回まで無失点に抑えていたが、7回に走者を2人出し交番。その後当板したフェリックス・ロドリゲスが本塁打を打たれ、オルティスに2失点がついた。この試合チームは5対6で敗れ、第7戦も敗れチームは48年ぶりのワールドチャンピオンはならなかった。 シーズン終了後の2002年12月17日にダミアン・モス、マーキン・バルデスとの2対1のトレードでアトランタ・ブレーブスへ移籍。2003年は21勝7敗、防御率3.81を記録し、最多勝ちのタイトルを獲得し、翌年の開幕投手を務めることを確定的な状況にした。チームの12年連続の地区優勝に貢献。シカゴ・カブスとのディビジョンシリーズでは、 1> 第1戦は負け投手となったが、第4戦は勝利投手となった。チームは第5戦で敗れ、リーグチャンピオンシップシリーズ進出はならなかった。2004年は本拠地、ターナーフィールドでのニューヨークメッツとの開幕戦で、先発登板し、初回表ルーキー松井和夫に投じた初球が、基本塁だとなり同時合い含め9敗喫したが15勝。 シーズン終了後2004年シーズン111敗のアリゾナダイヤモンドバックスと4年総額3300万ドルで移籍。2005年は故障に苦しみ5勝11敗に終わった。2009年1月13日、ヒューストンアストロズとマイナー契約し、開幕ロースター入り。しかし7月30日にアストロズから解雇された。8月5日、 ニューヨークヤンキースとマイナー契約を結んだが、8月17日、自由契約となった。8月23日、コロラドロッキーズとマイナー契約を結んだが、9月5日に、ロッキーズから解雇された。ありがとうございます。